生チャンネルの時間です。若藤です。西です。はい、教授、はい、本日はマッハ555のご紹介をさせていただきます。豪華でルーツです。これは1967年のアニメ化されてますけど、はい、元になったのは多分、ね、スピードレーサーとか、うん、吉田達夫さん、それまでもレースものの漫画描いてたんで、原作者は吉田達夫さんですね。タツノコプロの創立者、あの有名なタツノコプロの創設者、はい、はい、社長、みなしごハッチとかハクション大魔王とか全部吉田さんですね。ガッチャマンとか、はい、タイムボカンシリーズとか、そのルーツの元祖のマッハ555ですか。そうですね。鮮明に覚えてるのが歌です。ああ、ロープレーも震えるってやつですね、うん、でマッハ555ってあれって耳ついてますよね、まだに。いや、いい歌ですよ。いい歌ですね。名曲ですね。ねえ、はい、なんかあの主人公はなんて名前なんですか。これ三船剛って。三船剛、はい、戦法の的だった三船敏郎さんっていう俳優、世界の三船敏郎さんですよね、から撮ってるみたいですね。黒沢さんの映画で世界で有名になった三船、はい、俳優の三船さんの名前を取って三船剛。そうですね。レースだけの話じゃないんで、探偵バリの活躍をしたり、はい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 、いろんな話で盛り上げてくれましたね。例えば探偵って車に乗って何か探すんですか、犯人を。警察に協力したりとか、ね、マンモスカーっていうとてつもなくでっかい車で都市を破壊しながら進むやつを、うん、その倒しに行ったりとか、ね、マッハ555は、はい、とにかく何がすごいか一言で言うと車ですよね。それはもう主役ですよ、車が。車が、はい、その主人公の三船剛君が主役っていうよりも車なんですよね。そうですね、はい、夢の車、先ほど巨匠言われたけど、うん、大人になったら流星号に乗るんだと思ってたんですよね、スーパージェッターの、はい、まあ、空も飛んで時間旅行もできるっていう、はい、マッハ555を見てからマッハ号や、俺が乗りたいのはすぐ変わりましたね。車がボタン一つでいろんな風にアレンジするんですよね、はい、ボタンもあのハンドルの真ん中についてるんですけど、うん、ABCDE って書いてあるんですよね、うん、ただ単に ABCDE って並んでるわけじゃないんですよ、うん、ちゃんと全部意味があるんですよ。 A はオートジャッキですね。オートジャッキの A なんです。おうおう、オートジャッキは走りながらジャッキが自動的に出てジャンプできるんですよ。おうおう、はい、B は B はね、B なんだっけ。 B はね、ベルトタイヤですね。ベルトタイヤ、スイッチをしたらタイヤの周りにベルトが降りてきて雪道でも走れるし、キャタピラみたいなんだ。そうです、そうです、そうです。 C は、C はチョッパーですね、カッターですね。あ、カッターが出る、はい、このマッハ555の車、はい、007のボンドカー。ああ、はいはいはい、もうボンドカー、マストンバーチンが今回巨匠がお持ちになっておられるこのマッハ555の、はい、子供用のバッテリーで走るやつです、ね、バッテリーであれ走るんですか。走ります、走ります。真ん中の本を押さえるとプップーってなるんじゃなくて主題歌が流れるんです。素晴らしい歌が流れる。そうですそうです、はい、どのようにしたら手に入れるんですか。いや、これは逆輸入なんかな。日本では売られてなくて海外から買った。そうですそうです。いよいよ若林巨匠、世界の若林巨匠は日本じゃなくて世界から物を買ってたという。それも5台買いました、5台買いました、5台買いました。アメリカすっごい人気なんですよ。日本で生まれたこのタツノコプロの、マッハ555は、はい、アメリカで作られてた。もうスピードレーサーっていう名前で主題歌もちゃんとできてて、あ、はい、実物を買われた。実物というか子供用の5台も、はい、バッテリーで走るやつですね。それは5台も買って何をしようと思ったんですか、巨匠。いや、好きだから、だってあんまりこう梱包地に変わらんし、じゃあそれと5台若藤教授ってこういうとこなんですよ。あの、なんで買ったんですかやったら欲しいからで終わりです。いや、だってね、あの寿司食べに行ってもそうでしょ。トロを食べて曲がったらトロ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 して食べていくでしょ。ただ1台買って、はい、もう一つが例えば色違いとか例えば違うから買うっていうのはなんとなく分かるんですよ、はい、5台って同じもんですよ。 SG28 号のプラモデルも箱ごと全部同じの持ってるとか、はいはい、
だって好きなんですもん。だって好きなんですもん。だって好きなんですもん。映画で知らないあんた5つなんですよ。好きなもんは何貫でも食べられるんですよ。わかります。その寿司に例えんでもわかりますけどまあいいでしょう。5台買ったマッハ555やから5台って言ってほしかったんですよ。あ、なるほど。バッテリーで動くと、はい、真ん中を押したら歌が歌うと、はい、でそれだけですよ。オートジャッキとかそんなもんついてないんですよ、もちろん。でもマッハ555っていうのは後に実写版ハリウッドですか、スピードレーサーとか作られてますよね。タチノコプロが作ったのかどうか分かりませんけ ど、 なるほど。放送が終わった時に無理に出てて、うん、欲しかったんですけど買えるような金額じゃなかったですね。あ、ま、日本じゃ車検通らないんですよ、あんだけ先が止まってたら、うん、でも乗れなくていいから欲しかったんですよ。男のロマンでしょ、本物の車って。車っていう題材の未だにこの愛されてる漫画って珍しいと思うんです僕は。まあ、そうですね。サーキットの狼は本当にある車じゃないですか。もうあれはもう一時代ね、はい、スーパーカー実在する車やけど、マッハ555のマッハ号は架空の車なんで、うん、でね、やっぱり立ちのところで誰一人免許を持ってるやつがいなくて、何持ってないから、うん、わけわかんない走り方するんですよ、マッハ号って。なるほど。ガードレールに片輪乗せて、うん、バーッと走ったり、うん、現実から考えるとダメなんですね、うん、やりたいことから考えればいいんですよね。そう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 、うん、そういうことですよ。そういうことですよ、ね、面白さっていうのはそこから出てくるんですよね、うん、見どころっていうかここがすごいっていうのは巨匠のおすすめとして、あのね、うん、親父と意見が合わなくて家出した兄ちゃんがいるんですよ、実は三船豪に、うん、そいつがね、うん、覆面レーサーとして覆面して謎のレーサーなんですけど、うん、これまたややこしいんですけど、流星号っていう車に乗って出るんですよ、黄色い。なるほど。影になり日向になり号をね励ましたり、レース中に助けたりとか、で親父の前からは正体隠して親父の前には出ないっていう。お父さんの前には出てこれんけど弟が困った時とかに助けに来るという。そうですね。なんとなくよくわからない覆面レーサーがかっこいいんですよ。かっこいい。かっこいいです、かっこいいです。声を当ててるのは相川欽也さんです。相川欽也さん、にゃんこ先生とかね、にゃんこ先生、ハクション大魔王で、それからそれからっていうなんか変なヒゲハヤさんおっちゃんが全部相川欽也さんですよ。でも覆面レーサーの相川欽也さんめちゃくちゃかっこいい声ですね。あの文太さんと一緒にトラック野郎とかね、ずっと出て、トラック野郎原作者は実は相川欽也さんですよ。本当ですか。原作名前は変えてますけど発案はあの人なんですよ。で東映に持ち込んだ条件としては俺も出すっていうことで相川欽也も出すんだぞっていうんで原作者、まあちょっとおちゃらけなねキャラで、はい、やぼめのちょらせすごいいろんな才能に長けた方。僕の中の最高の思い出はマッハ555は、はい、夏暑い時にアイスキャンデーを買ってもらうんですけど、はい、1本5円だったんですよ当時は、はい、うん、1本5円のアイスキャンデー、マッハ555のね、うん、チョコバナナ味のアイスクリームが発売になったんですよ、はい、20円なんですよ。なるほど。めったに買えなくてとんでもないですね、はい、アイスキャンディーを4回我慢して1本ですよ。なるほど。でも相当美味しかったですね。それがねすっごい覚えてますねマッハ555のアイスクリーム、マッハ555アイスクリームは当時高かったと、はい、それが言いたいだけなんですけど、ね、なるほど。素晴らしい話どうぞありがとうございました。ありがとうございます。当時の20円のアイスクリーム分かりますよ。駄菓子屋で10円持っとったら相当遊べたんですよ。だってせいぜい買えて10円のホームランバーですよ。まあね。で当たったらやったーって言ったんですから、そこに20円とかいきなり出てきて、食べたら見たらうまいのがあるの。母親の言うこと何でも聞いてましたねお風呂掃除からお使いから肩たたきからもう食うためには、まあもうここのアイス欲しさにすいません。